はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の二次曲線の平行移動丸1をお送りします。でタイトル変わりまして平行移動です。で今回は3問問題演習をやりますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で確認してもらってちょっと厳しいのがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ねまず1番の楕円からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で今回はタイトル通り平行移動です。で二次曲線、今まで楕円、放物線、双曲線やってきたんですから、こいつらを平行移動していくと。ただ平行移動に関してはもうすでにね勉強済みなとこと、なのであとこの3つね、こいつらの基礎さえ分かってればそんなに難しくないので、肩の力を抜いてね聞いてもらえたらと思います。じゃあまず1番からいきましょう。で今回は方程式と焦点を求めます。こいつの3番だけ全近線も求めるんですが、まず方程式いきます。で今まで勉強してきたように平行移動、例えば X 軸方向には3だね、だから X 軸3移動して Y 軸方向にマイナス2移動するんですけど、その時は X の代わりに X マイナス3を代入です。 Y の代わりに Y プラス2を代入します。符号を変えたものをくっつけてそれを代入すると。だから今回も9分のだよね、 X の代わりに X マイナス3だから代入して2乗プラス5分の Y プラス2を代入するから Y プラス2の2乗イコール1で、これで終了なんです。方程式に関してはもう代入するだけだよっていう。で、焦点に関しては、元々の与えられたね、こいつの焦点を出して、そっから平行移動させます。だからまず出す。普通にね。そういった意味で、今までこう勉強してきた基礎の部分を覚えておけば、そんなに苦労しません。で、楕円の焦点は、a2 乗マイナス b2 乗のルートです。つまり、大きい方から小さい方を引けよ、みたいな話をしましたけど、今9-5にルートをつけるんで、ルート4、つまり2ですよね。で、A の方が大きいので、楕円が横長です。横長のこの楕円。つまり、焦点は X 軸の上に乗ってます。つまり、X 軸に数字がくっつく。だから、今、マイナス2の0と2の0。これが焦点になる。で、焦点を出したら、そっからこいつらを3とマイナスに移します。でこれは単純に座標を移すだけなので3を足す X で3ね。で Y 軸方向をマイナス2するから Y からマイナス2を引けばいい。つまりこいつから移動していくと3移動するから1で、こっちはマイナス2、3移動するから5、そしてマイナス2となって、これで終了となります。だから方程式はね、代入するだけだし、焦点に関しては元々の焦点出してそこから移そうねっていう。この流れで全部解いていきます。で、まず、放物線コイズの方程式。これも代入するだけなので、まず y のところ、y プラス2の2乗イコールマイナス2、x マイナス3と。で、これで終了です。よいしょ。で、焦点。一番最初にね、出てきたのが放物線なので、ちょっと忘れやすいところでもあるんですが、標準形が、y2 乗イコール 4px なんだよね。で、今、4p の部分がマイナスになってるので、ちゃんと解くんだったら、4p イコールマイナス2を解いて、p イコールマイナス2分の1と解きます。で、y2 乗 4px っていうのは横のこういう放物線。こういうやつね。では、マイナスなんで、こっち側なんだけど、こうなってるから、だから、この P の数字も、X 軸に数字がくっつきます。X 軸の上に、X 座標に数字がくっつく。X 軸に、焦点が乗ってるんでね。だから、焦点、元々の焦点は、こいつを使って、X 座標に数字がくっついて、こっちが0です。こうやって求める。放物線の焦点はね。で、これも同じように移します。X 軸方向に3だから、ここに3を足す。だから、2分の5。で、Y はそのままなんで、マイナス2と。
なって、これで終了です。でラスト双曲線ですね。でこれも最初のこの2つに関しては同じです。まず、方程式は代入するだけなので、入るかな、右側16分の、x-3 の2乗引く9分の y 足す2の2乗イコール1。大丈夫だよね。あ、 OKOK、 で焦点もね、元々の焦点まず出しましょう。出すと、双曲線の焦点は a2 乗と b2 乗足します。足してルートつける。つまりルート25。だから5だね。で、今、a の方が大きいので、この双曲線は横です。右左タイプ。この双曲線。だから焦点は x 軸の上に乗ってるので、x座標に数字がくっつく。マイナス5の0と、5の0ってね。で、ここから動かせばいいから、3とマイナス2なんで、マイナス2のマイナス2、そして、8のマイナス2と。これで、焦点 OK です。すんごい右下がってるね。ごめんよ。で、ラスト、こっち3番だけ全近線求めるので、で、全近線に関しては、焦点に、似てるんですけど、元々の全近線まず出します。そっから動かすっていうスタイルでいく。で、全近線は、書いようか。y イコール a 分の bx です。それだとマイナスタイプね。マイナス a 分の bx。で、a っていうのは、ここが16だから a は4です。ここが9だから b は3です。つまり、y イコール、4分の 3x、 そしてもう一個 y イコールマイナス4分の 3x、 これが元々の全近線なの、こいつのね。で、そっから平行移動させます、こいつに関しても。で、させ方はこれと似てて、 x のとこに x-3、 y のとこに y プラス2を代入するで解くと。ちょっとこう入りきらないんでこっち使いますね。つまり、y のところに代入するから、y プラス2イコール、まずこっちからいきます。4分の3。x マイナス3で。で、これは解きましょう。で、これ解いていくと、まあ、4分の3を配るんで、4分の 3x はもちろん変わりません。平行移動だからね。で、後ろがマイナス4分の9になって、こいつを持ってくるから、マイナス2。で、マイナス2は4分の8なので、くっつけると、マイナス4分の17と。これがまず1個、答えですね。で、もう1個はマイナスバージョンなので、ここがマイナスに変わります。で、マイナス4分の 3x は、まあ、配れば変わらないんですけど、ここが変わるんだよね。配ることによって、プラスになると。だから、y イコールマイナス4分の 3x、プラス4分の1か。プラス4分の、よいしょ、1と。なって、これで終了です。まあ全体的にやってることは、方程式は、まあ代入するだけです。ここの数字をよく見て代入してください。で、焦点に関しては、元々の焦点を出して移す。っていう感じ。まあ、全近線は元々の全近線出して、そこから平行移動する感じで解いてもらえばできますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は高校数学数3の二次曲線の平行移動丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、次回もね、問題演習やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。